玉木隆史、玉木隆史、玉木豊、1986年9月11日帯は、和歌山県和歌山市出身の元プロ野球選手、投手、歌手の玉木常実は10枚に当たる。からまでは、NPB の阪神タイガースに在籍、故障の影響でから、育成選手として契約したが、のシーズン中に支配下登録選手への復帰を果たした。 2016年からは社会人野球の新日鉄住金鹿市までプレーを続ける。ジップが交通事故で他界した7歳から女手一つで実母に育てられた。私立和歌山商業高校への進学後は当時の公式野球部監督、真鍋忠次による大きく育てたいという意向で、勝負球をほぼ直球とカーブに限っていた。3年生だったの。 第86回全国高等学校野球選手権大会に和歌山県代表で出場。初戦であった2回戦で福島県代表の商工学院高校に敗れた。2004年のドラフト会議で阪神タイガースからの9巡目指名を受けて入団した。背番号は62。この会議の前には新日鉄広畑への入社が内定していたため、 どの球団からも指名されなかった場合には同社へ入る予定であった。2は、新人号同時主トレーニング中の長距離走で、大学、社会人出身選手を差し置いて、トップに立ったことが報じられた。しかし、シーズン中は二軍生活に終始した。2は、10月14日の対広島戦、広島市民球場での救援登板で一軍デビュー。 二回を無失点に抑えた。二は、一軍公式戦2試合に登板。シーズン終了後に派遣されたハワイウィンターリーグでは、チェンジアップとフォークボールを習得するとともに、最優秀投手賞を受賞した。二は、入団後初めて、春季キャンプの一軍メンバーに抜擢。投手では、チーム最年少のメンバー入りであった。一軍公式戦では三試合の登板にとどまったが、 ウエスタンリーグ公式戦では、主にリリーフとして、チーム最多の44試合に登板、49回1、3を投げて、6勝2敗3セーブ、36被安打、51、脱三振、19死死球で、防御率2.19の高成績を残したことから、リーグの優秀選手賞を受賞した。二は、オープン戦で右肘を故障した影響で、点二軍を、 通じて公式戦への登板機会がなかった。シーズン終了後には、支配下選手契約の解除と自由契約選手としての工事を経て、12月2日に改めて育成選手としての契約を結んだ。この契約変更を機に、背番号も118に変更している。2は、ウエスタンリーグながら、2年ぶりに公式戦へ登板。育成契約に関する NPB の規約で、 10月29日に一旦自由契約選手として公示されたが、11月12日に育成選手として再び契約した。なお、シーズン終了後のフェニックスリーグでは5試合に登板。5回を投げて9奪三振を記録した。2は、ウエスタンリーグ公式戦14試合の登板で防御率2.13を記録。前年と同様に、11月7日に自由。 契約選手として公示された後に、同月25日に3度目の育成契約を結んだ。2は、1軍の救援陣に、故障や不調が相次いだことから、7月24日に、自身3シーズンぶりの支配下選手登録を果たした。自身と同じ育成選手だった、ロバートザラペトの同時登録で、背番号を97に変更した。 結局、一軍公式戦での登板は見送られたが、ウエスタンリーグの公式戦には25試合に登板。2勝1敗4セーブ、防御率2.95という成績を残した。2は、4月14日に、シーズン初の出場選手登録。自身5シーズンぶりの登録であったが、一軍公式戦での登板機会がないまま、翌15日に登録を抹消された。 同月28日の再登録を経て、5月1日の対広島戦で、救援登板。一軍では2008年9月21日の大、読売ジャイアンツ戦、東京ドーム以来自身5シーズンぶり、阪神甲子園球場の一軍戦では、初めての登板でった。10月4日の対東京ヤクルトスワローズ戦、神宮で一軍初のホールドをマーク。 レギュラーシーズン23では7試合に登板したが、失点及び自責点、いずれも3は、いずれも本塁打によるものだった。その一方で、ウエスタンリーグ公式戦では、主にクローザーとして30試合に登板。17セーブを挙げて、リーグ最多セーブ投手のタイトルを獲得した。なお、一軍がレギュラーシーズン2で臨んだ、クライマックスシリーズでは、 広島とのファーストステージ第一戦、同月12日、甲子園に、9回表途中から6番手で登板。3分の2インニングを投げたが、代打、岩本隆弘からの本塁打で3失点を喫している。2は、ウエスタンリーグ公式戦44試合に登板。3勝3敗9セーブ、防御率2.50という成績を残した。しかし、一軍公式戦では、 5試合の登板にとどまった。その一方で、シーズン終了後の11月21日には、育成選手時代から交際していた女性との結婚を発表した。2は、8月8日にこの年初めての出場選手登録を果たした。しかし、一軍公式戦への登板機会のないまま、2日後の同月10日に登録を抹消。同月23日の再登録後は、2試合の 救援登板で防御率3.38を記録したが、同月31日に再び登録を抹消された。また、34試合に登板したウエスタンリーグ公式戦では、3勝3敗6セーブ、防御率3.93という成績でシーズンを終了。10月19日に球団から戦力外通告を受けた。12月2日に自由契約選手として公示。 2015年11月10日に、シートバッティング形式の12球団合同トライアウト、草薙球場に参加。打者3人を無安打に抑えた。NPB を含む、プロ野球た球団が獲得するまでには至らなかったが、同じ経歴を有する、吉田博士の紹介で、新日鉄住金菓島までプレーを続けることになった、所属は、河野池宇優。2016年は、 第87回都市対抗野球大会の北関東二次予選で、富士重工業をニアンダム支球に抑え、カンプ勝ちするなど活躍し、チームの主戦投手となった。キレのあるストレートと落差が大きいカーブが武器。久保のハンファイイーグルスが、阪神の2軍と対戦した2015年、春季キャンプ中の練習試合では、チェンジアップ主体の投球で3イニングの救い投板を、 無失点に抑えるとともに、打者9人から6者連続を含む8奪三振を記録した。110メートル以上の距離を投げたり、50メートル走で5秒9を記録したりするほど身体能力が高い。また、高校通算で26本塁打を放ったことから、阪神に入団した2005年当初は、野手としての登録も検討された。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。